はい、みんちゃん、ゲーミーズナビオ人気投票です。はい、皆さんこんにちは、しおです。というわけで、はい、明日のね、アップデ、18日の火曜日のアップデが終わってから、うん、人気投票ガチャの投票がついに始まるので、まあ、今年もちょっとね、うん、誰がトップ10、トップ20入ってくるのか予想していこうかなと思います、うん、で、まあ今年も、人気上100体から、選びまして、さらに好きなグループで今年は弾けるっていう風になっておりますよ。まあ、グループ A からグループ F まで、6グループ分かれてまして、それぞれ20体ずつ、振り分けられて、その中のグループを選んでガチャを引くって形になってるんで、まあ欲しいものも狙いやすくなってるのかなっていう感じには今年になってるかな、はい、それは去年と一応、ね、そうそうそう、うん、違うところで、で、まあ、去年の通りワクワクの実も一緒に配されるので、うん、まあ、これも間違いなく得得るまでいくと思うんですけども、うん、まあ、その辺も狙っていくっていう感じになっております、うん、はい、ちなみに去年のトップ10だけ振り返っておきますと、10位からいきます、まあ、キスキル、うんうんうん、9位弁財天、うんうん、で8位がラミエル、うん、7位カマエル、うん、6位アリス、うん、5位パンドラの、うん、4位モーセ、うん、で3位ルシファー、うん、2位アーサー、うん、1位マナ、うん、はい、これが一応去年のトップ、うん、あ、そっか、アーサー発表された時か、そうそうそう、去年はだからアーサーってなる人がいると思うんですけど、うん、去年重心化してるんですよね、うん、このタイミングでね、だから、はい、アリスもね、そうそう、アリスもだから一応その辺のグワーっていう人気の、まあ人気ね、テンションで入ってきたとは思います、ね、それをものともしない、まだすごいですね、まあもう不動の、ね、不動、まあ、去年のね、うん、年始キャラだから、そう、去年の今頃はまだまだ10ヶ月経ってなかったってことだもんね。そうだね、そうだね、なんでまあ、うん、ほぼほぼ派遣握ってたし、そうだね、余裕で入ってきましたよって感じ、うん、で今年どうなの、今年どうなのね、まあそうだね、20から11を、まあ、順位とかではないんですけど、うん、パーって発表して10位からちょっと順位も狙って発表していきますか。そうしましょう、うん、はい、1人ずついきますか。いきましょう、はい、20位、はい、いいですかね、ナイチンゲール、はい、うん、まあナイチンゲールはねありそうで、ありそう、うん、でこれはもうちょいね、高い、もしかしたら高いかもしれない、そうだね、一応今年重心化してるから、でも所有率的にもね、うんうん、で前回の傾向から、うん、今回ランキング作ってるんで強い順とかではなってないんですよね、うん、そうね、はい、で引いてる人が少なそう、まあ所有率を結構重視してるっていうのと、うん、どのガチャで引けるか、このガチャそんなに引いてる人多くないでしょう、うん、みたいなのもちょっと考慮してます、うん、はい、とあとどれぐらい新しいキャラか、そうね、うん、っていうのもかなり重視してますね、うん、であと、まあ、新しければいいってもんじゃないじゃん、うん、それ別にどこでも使えないからいらないやっていうのも多分あったりするんで、うん、古くてもここで勝てないからこいつ欲しいみたいなのもちょっと考慮してるって感じですね、はい、で20ナイチンゲール、うん、次、はいはい、はい、まあね、最近ちょっとカーボン上げまくってるからね、うん、まあ、こいつもね手に入れづらいし、うん、入れづらい、レッドスターズ最近ドハマりでした、ね、もう少し上かもしんない、うん、もう少し上の可能性ありますね、繰り返しては前回のカマラミほどはいかないかもしれんけど、うん、今持ってなかったら欲しいって人多いと思う、うん、当時が弱かっただけあってこれを狙いに行った人少ないと思うんだよね、確かに最近ガーンだから最近、うんうん、それあるよね、うん、ビーラパラドックスで使えるってだけでも、うん、持ってないと思うし、欲しいね、これはね、レッドサーズ引かないと思うもん、近畿もか、うん、だから今結構難しい、どっちも、ね、とこだよね、使い分けできるし、ね、うん、複数いって全然いいし、全然いい、はい、はい、次、はい、はい、マレプルギス、こっちしようかな、はい、まあここは欲しい人すげえ多いんじゃないかなと、うん、まあ、これもさ、なんか壊す時の壊し方がさ、欲しくなる壊し方じゃん、それね、複数いてこいつ当たっとけば楽みたいな、うん、あ、持ってないってなるときにやっぱ欲しいっていう欲をそそられるかなっていうね、うん、そうね、こいつも、うん、こいつどれがなんかもうどの条件もね満たしてる、うん、満たしますね、うん、なんでまあ新しめではあるし、新しいし、うん、ね、所有率的にも高くはないし、高くはないしね、うん、いや持っていても多そうだけど欲しい、ね、もう一体もう一体欲しいわっていう、うん、欲しい、うん、ま、ところで入れそう、はい、はい、次、はい、うん、まあトップ20には入ってるでしょう、まあ、うん、いや絶対入ってると思う、うん、まあ、言うて入ってると思う、俺もね、イラストよ、うん、やっぱ可愛いってのがね結構前回入ってるんじゃないかこいつみたいなのもいたから、うん、そのキャラ人気ってのも多分大事だと思うんですよね、うん、なんならそう、うん、トップ
11から20とかは結構ね、うんうん、普通に去年は人気のキャラが入ってるんですよ。入ってるその時強いっていうか、うん、ウリエル、そうそうそう、ウリエルとか入ってるし、うん、そう、ウリとかだって去年の時点で結構もういらなかった気がするから、普通に、うん、実力的にはね、うん、ウリエルは去年 まあ、そんなにだったと思うんですけど、ね、普通に入ってるから、そう考えたらね、可愛くて普通にまだ全然強い、うん、余裕で強いイラミエルが入るのは間違いないですよね、うん、だとモンスナイ最大の闇ガチャでしょ、これ出るのが間違いない、うん、だからね、うん、まあ怖くて引けないって人もいるだろうし、うん、こういう時にゲットしたいって人もいるね。まだ現役だしね、全然現役だよ、16とかでも使えるし、神川の方に寄せてるキャラが水族で結構増えてきたとはいえど、うん、でもまあ全然現役、進化も強いし、むちゃ強いこいつ、こいつね、神川がそのパワー型だったら結構超パワーのね候補に上がってそうなんですよね、うん、はい、から見えるです、はい、これが今17で、次16、まあ、同じ理由だよ、まあここは連番になるよね。僕はだってこいつはもう生まれてから常に人権を走ってきましたからね。こいつそうってさ、そうね、カマエルもほんと草、もうバケモンよ、カマエルまでむっちゃ安定してる気がする、うん、なんかずっと強いもん、うん、でやっぱカマエルに関してはあのラミエルもそうだと思うんだけど、両面強いじゃん、両面強い、そうで両面強くて1体持ってる人も結構投票に集まるのかなっていうので、うん、ここまで落ちてこないのかなっていう、ね、落ちてこないね、20は、うん、だって神釜欲しいって言ってさ、カマエルやっとゲットできたって言ったらさ、次新釜欲しいってなるでしょ、なる、うん、逆も確かにね、超強いよこいつ、やっぱ可愛い、文句ない、うん、文句ない、で最近アニメにも出てるから、ルシファーのねウェディングゲームでも出始めたから、そういう方からも結構割と人気っていうのが出てくると思うんだよね、いや、うん、絶対入ってると思う、どこかしらに、うん、ま、うん、カモちゃんは入ってくる、間違いなく20に入ってくると思う、はい、はい、次、はい、これが15位、はい、うん、もう詰め合わせ、いや、カマラミの下かもしれないけど、ね、あ、そうね、こいつこそ20位ぐらいに落ち着く可能性ありますけど、まあこれはもう圧倒的持ってなさじゃない、いや、それ、うん、そうなんで、ね、引き入ってる印象ないもんな、その後で、うん、ちゃんと入毒制限入ってきたとはいえ、ゆえでしょ、ゆえゆえこいつが欲しいっていう気持ちと水のゆえの沼の怖さって、多分沼の怖さの方が上回ると思うから、うん、持ってる人少ないんじゃないかな、うん、でも持ってたらやっぱピンポイントでめっちゃ楽にしてくれるじゃないですか、いや、それ、そう、うん、モラル、シュリンガーラ、ね、ちょっと強い、ちょっと、うん、いたらやっぱ楽になることはすごい多いと思うので、ね、うんうん、確かに自分を使ってか、うん、使わないまではね、やっぱりそんなになんか、うん、いや、シュリンガーラも適性いっぱいいるしとか思ってたけど、うん、強かったもん、強いに、まあ銀時出てちゃったから ね、うん、ね、銀さんいるから、ね、相性良かったし、そうそうそう、うん、まあなんか引かなくても勝てるけど引いて楽になる、うん、とあと結構いろんなキャラ持ってるけど、うん、エンジェリーはいないんだよねみたいな、うん、そういう人が一応あ持ってないし個人投票しとくかみたいな多そう、うん、室外引けなかったんですよって言ったら全然欲しいだろうしね、うん、この辺はもうちょっとまあいて損ない、うん、強いキャラ、普通に人気もありそうだし、うん、次14位ですかね、うん、はい、いやこっちとか入ってほしいですね、うん、個人的にはこれワンチャンね、トップ10もあり得る、あり得る人気に返り咲いてますよね、うん、最初2人でランキング作った時にトップ10でしたよね、うん、そう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 、で徐々に徐々に落ちてきて、うん、みたいな、あ、こいつの方が高そうだよねみたいなのがあって、うん、ノアもなんかやっぱ最近中心化で今モンコレデラックスに落ちこぼれたんで、うん、あの引きづらい、引きづらいね、うん、引きづらい、引きづらさはあるわ確かに、うん、でこいつもやっぱ使ってバルプルと一緒で複数欲しい、複数欲しい、うん、1体も強いけど複数いても普通欲しい、でね、アニメメインな、うん、主人公になったし、うん、まあアニメあれから入ったって人まあ超少ないと思うけどアニメあれから入ったって人はこれもう絶対投票する評判良かったしね、あれかっこいいね、めっちゃいいっすよ、っっノア編マジいいっすね、うん、今までで一番良かったっす、うんうん、なんで、まあ、ノアはちょっと入ってほしいっすね、入りそう、うん、はい、かっこいい女性人気高そう、うん、で13位、うん、これもね、まあ、個人的にはここまで落ちてきてほしくないですけどね、はい、いやこれはそうね、いや俺核で入ると思いますよ、核で、あ、間違いない、うん、核で入るとは思うんだけど、グループ A 引いたら絶対こいつ対象になってると思うんだけど、うん、こんな低いのかなってのでもね、いやそれはそう、自分は入れてたもん、トップ10、そうだね、弁財天は入ってですね、そうなんだよね、うん、ただトップ10がねちょっと他に説得力がね、うん、ありすぎるんですよね、こいつはもう、でもこいつも本当すべてもう申し分ないと思うんだけど、うん、今年どうなるかっていうと、うん、いやでもどうだろうね、ラウドラとかにもハマったし、結局いやそれは進化のね、うん、価値が
もうどんどんあれしてきたしね、うん、であとやっぱ弁財天がいるかいないかで難しさが変わるってところが多すぎる、うん、うん、やっぱ持ってない人は絶対入れるレベル、うん、だからもう簡単に言えばピロさんほどコンスタントに弾いてても最近まで2体目持ってなかったってぐらいだからやっぱ持ってない人結構いると思うんだよね、うん、いや持ってないよ、そう結構持ってないですよね、やっぱ持ってないよ、うん、持ってないって人多いと思うからなんだかんだ、まあ、1年以上経ったけどね、まあ、イラスト違いもあるけどね、うん、まあそうだね、他に入手段はあったといえど、うんうん、でも持ってない人もやっぱ多いし、うん、逆に言うとこっちのイラストが欲しいみたいなね、うん、でもあったりするから、ね、ベンザはね持って損はない、うん、ベンザはもしかしたら上かもしれないですね、上かもしれないね、こいつはちょっとね強さがちょっとね、うん、次12位、はい、うん、脱みね、まあ、俺逆にこいつ入んない可能性あると思うマジ20位は入ってない気がする、嘘、うん、抜ける可能性ある気がしますけどね、こいつは、こいつと次のやつまた次、うん、あどういやまあそうね、うん、その最近の限定がまあそのすぐなんか使えたり、うん、すげーぶっ壊してるとかじゃないからね、前回でメタドロンとかと思う、うん、マジとしてはすげーわかりやすい、そうね、去年のあの属性限定誌みたいな感じになっちゃってるね、うん、最近の限定ちょっとね長寿命ね、最近ちょっとインパクトあるけど多すぎたっていうのもあってね、うん、なんかね欲しいんだけど忘れられてそう、うん、うん、なんかベンザとバタツミどっち欲しいって言ったら、あベンザに投票しようかなみたいなので、うん、落ちていっちゃいそうなキャラっすよね、必要にもなってないところがね、そうなんだよね、そうね、欲しいのきっかけがない、うん、あんまり、あそう言われるとやっぱりそういう部分も、うんうん、こいつとこの次のやつはあるから ね、うん、あるね、まあ、未来はもちろんあるけど、ね、キャラスペックで言ったらバカ強いんですけどね、うん、両方ともねバカ強いんだけど、そのやっぱ人気投票ってなると難しそうだなっていう、うん、でも可愛いんだよな、可愛いけどね、イラストがいいからな、イラストで上がってくる可能性があるけど、まあ、それでも一応まあ12位、うん、12位ですね、うん、入ってくるっていう予想です、入ってくる、はい、次、まあ、こいつよ、うん、まあそうだね、いやどうなんですかね、長寿、今の最新長寿限定キャラ、最新やで、最新だからそこだよね、ワタツミとシャーロックは結構新しめで持ってない人が少ないっていう理由でここ今回入れてるんですけど、うん、そこはもうトップ3レベルに、ね、あの強い理由だと思うけどね、欲しい欲しくないじゃなくて持ってないのが多分今回のアンケートは強いと思うので、うん、これはもう持ってないで入ってくるでしょうっていうことですね、うん、持ってないし、うん、とりあえず欲しいわって、うん、とりあえず欲しいわ、一応やっぱ今後を見て取っときたいわみたいなのは多分いっぱいいますよね、うん、でスピードランウォールもちゃんとね、うん、もうギミック認定されたし、超スピードになりませんか、なれませんね、これはね、劇場中心か、中心かじゃない、中心か買い待ち、そうだ、買い待ちか分かんないけど、中心か待ちか、中心か待ちだ、うん、シャーロックも、うん、まだ入ってきそう、間違いない、うん、名前が強い、うん、名前は強い、名前強いですね、名前強い、はい、じゃあいきますか、トップ10、はい、トップ10じゃあいきます、はい、10位、うん、まあまだね硬いっしょ、うん、これはここはもっ、うん、もういや俺絶対入ってくると思う、これ去年の3位、うん、あ4位か、うん、4位ですけど、うん、1年じゃ止めれなかったってことですね、とど、はい、まってくると、いやこいつに関しては、まあ、進化神化で22欲しいから4体まで入れる人もいると思う、うんうん、だからモーセもう1体欲しいなみたいなね、神化進化11で持ってるけど神化もう1体欲しいなみたいな欲を叩くのがうまい、うん、1体しか持ってなかったら絶対もう1体欲しいもん、うん、欲しいですね、んでめちゃくちゃモーセは結局上に上がってくるんじゃないかなという、うん、使うとこ多いし人気もあるでしょう、うん、所有率で言ったら絶対ワタツミシャーロックの方が少ないと思うんですけど、うん、それでもやっぱモーセは上に上がってくるかなっていう思うよね、モーセはね、うん、はい、これが10位です、はい、9位、いや入るっしょ、入るしあと俺まだ持ってなかったら入れるもん、いやまだ持ってない、絶対入れるインボリュードスペアは1年じゃ壊せないっすね、これは、うん、いや入れるでしょ、絶対欲しい、いやまだまだ持ってないけど、うん、確かに他のを差し置いてもちょっと入れるわってなるな、うん、なる、マナーは絶対に入れます、うん、うん、欲しい、神がも強い、うん、これもそうね、なんかおしょね、頻繁に自分のみたいに毎月引いてない人とか、うん、お正月引けなかった人とかは持ってなさそうな人やっぱいると思う、うん、まだ、ただいると思いますよ、本当に、うん、なんでマナは絶対欲しいとこだと思うんで、うんうん、マナは
欲しい。もう、うん、あと人気とクエストいけるとことがもう文句ないんで、ね、うん、ただまあ他にもねいっぱい今回キャラ出てきてますので、ここまで落ちてきたってことですね、うんうん、まあでもトップ10は硬い、硬いね、入ってくると思う、多分入ってきます。同じくこいつも間違いないかなというところで、はい、はい、絶対入ってくる。だからこれは本当下手したらトップ3入るレベルですね。そうね、これはもしかしたら、うん、いや本当に落ちてないかもしれないですね。てかこいつに関しては強さ持ってない、関係ないもん、ルシ好きだからルシ入れるみたいな。いや関係ない、だってさ全キャラ持ってて全部のキャラ3体ずつ持ってるって人が何入れるって言ったら結構ルシファー入れそうじゃない。あーそれ面白いね、うん、確かにその、うん、確かにそれこそ確かに本当人気投票って感じ、うん、とりあえずこいつ入れとくでしょみたいな、ルシ入れそう。だからルシファー伸びるんじゃないかな、もっと票下手したらね。ルシファーは上であってほしいよね、なんかその顔としてね、うん、けど、まあ、ルシファーこれぐらいいるのかな。トップ10には入ってくるだろうね、絶対票は取ってくると思うので、うん、確かに、うん、ルシは出ても別になんかね。あと今回すごい思ったんですけど、前回からと一緒でね、人気投票ガチャって名前じゃん、うん、だから僕らはさもう知ってる人、ある程度やってて人気投票の歴戦の猛者たち、うん、過去の人気投票全部参加してますの人たちは、うん、自分が欲しいやつとか、うん、いろんな人が欲しいやつっていう考えで、うん、今回の投票結果を予想するじゃん、うん、でもさ普通にライトでやってる人とか入ってきたばっかの人って本当に人気投票するっぽいんですよね。あ、うん、本当に好きなキャラに入れるみたいな、うん、だからルシ3体とか持ってるけど好きなのルシだからルシに入れるみたいな、うん、そういう人も少なからずいるから伸びる票ってあるんじゃないかなって思ってる。間違いない。だからルシね上だ、ごめん。でも自分の推し、うん、そうね、うん、もうファンが一番ついてるのはルシって言ってもいいでしょ。いや本当そんなレベルにルシはそれだけで上がってくる可能性がある、うん、確かに。からもっと上かもね。トップ5以内は確定かもしれないですね、うん、はい、3位ですこれ。これ3位はい、まあ一応8位って置いてます、うん、じゃあ7位、はい、はいはい、これね、マジで、まあ欲しい人がまあ言うことないですよね。うん、言うことない、うん、まあだって欲しいじゃん、欲しい、うん、小町持ってなかったら小町は絶対欲しいな。俺これ今進化神か11なんですよ、うん、欲しいもん、うん、欲しい、2体目神か欲しいもん、うんうん、だから欲しいと思う、うんうん、だってもう使えんだもん、間違いない、まあ、てんちゃんなんだもん、しかも、うん、はっきりしてるしね、うん、小町ね、はっきりしてる、はっきりしてる。これ本当始まってから終わってないからまだ、うん、うん、で現状持ってないって言ったら小町すげえ欲しいだろうし、うん、希少性も高いしな、うん、なんで小町はこれはもう揺るがないのないかな、うん、7位、あったとしても上がるから、あったとしても上がる、うん、間違いない、はい、小町も人気高いし、高い、まあ、声優がずるいしね、イラストもずるいし、うん、推しが多いよね、小町。推しが多い印象ある、はい、はい、そしてパパ、これはこれちょっと意外に思った人いるんじゃないですか。いやめちゃくちゃ絶対入ってくると思います。あのなぜかっていうとですね、これ投票が始まる日にゴッドストライク獣神化会来るんですけど、きます。あの獣神化会、僕ちょっとニュースの時に、うん、あの獣神化会の説明で精一杯やったんで、ストライクについて思いっきり性能を触れてなかったと思うんですけど、うん、あのね、ぶっ壊れですよマジで、本当に強いと思いますよ。波長光レーザーとサイドダブルエナジーサークルってもう両方とも光属性だと思うんですけど、光属性だった、あの本当に強いと思うんですよ。でこれなんか艦隊が組めないってイメージを持ってる人が多いと思うんですけど、うん、ルシファーってアンチギミックアンチダメージオールだけじゃないですか、うん、ストライク艦隊組んだところでアンチダメージオールだけになるだけなんですよ、うん、組めるんですよ別に、うん、他の性能変わんないんで超枚数なくなるだけなんで、うん、あれ艦隊でやってみ、バカバカだよこれ本当に。だって枚数の時も普通に超枚数コネクトスキルで発動しないで4体組んでダメをだけでもいいから連れていくって方がメリットある可能性あるもん。本当に強いと思うから、多分それからうわやばみたいになってそのテンションで投票する人の票、あ、うん、絶対伸びてくる、絶対ストライクが伸びてくるってぐらいストライクは多分インパクトが強いと思うんで、うん、下手したらこいつが1位になっても、いや1位はおかしい、1位はおかしいけどトップ5には入ってくる素質を持ってると思う。それぐらい騒がせる世間を、うん、コネクトスキルは、うん、で友情力も上がってるしね、100人までできるから、うん、でだったらそれに超バランスですからね。そう、そう、それで 5% も上がってるからバカよこれ普通に。だから目に見えない 5% も入ってるからあれに、バカ、うん、バカです。こいつなんかそこの、まあ、まあダークボスじゃないかもしれないけど、うん、みんなも気づいてないところで、うん、だからそのここの票が入ってくるかもしれないですね。だから今回ルシファー入れようとかコマチ入れようって思ってた人もうわーって言って、うん、気づいたらストライク押してた、
のの票があるかなっていうあれですね。でぐらい強い、ストライカー強い。これ一応でも6位に置いてますよね。これでもそう6位なんで ね、 そう一応。はい、次、うん、はい、ノストラダムス、うん、硬い、まあ、これはね、うん、もうこの重心化が発表されたテンションで、うん、テンションっていうのもあるとは思いますけれども、普通に人気もありそうだし、うん、まあ、前回でアーサー・アリスが上位にいたのと同じ理由で、そう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 、うん、まあ最新のとこだし、うんうん、ノストラまだね、鳥獣にいるといえど、うん、やっぱ欲しいよね、持ってない人はね、うん、今やっぱ最新で目新しいキャラってすごい欲しくなるじゃないですか、うん、でしかもねこいつの場合は分岐がなかったからこそ、ね、うん、ね、使い分けしたいみたいな人もいるだろうし、ね、そうだね、多少あると思うからね、うん、ノストラはまあ入ってくるでしょう、うんうん、上にね、はい、ノストラダムス、まあ同じ、ね、言うことないそう、これは次もちょっと同じ理由になるかもしれませんけれども、うん、はい、はい、エロイン、はい、壊れですね、これも安定の壊れ、同じ理由、全く同じ理由、全く同じですね、うん、まあロビンの方がちょっと上になりがちかなと、うんうん、思って、まあ理由を言うと今グリファンなんですよね、うん、で新しく始めるきっかけっていろいろあったじゃないですか、うん、コラボがあって、うん、なんか滞在は違うか、あのヒロアカとかあって、うん、その時にはもうグリファンにいたんで、そういうので持ってないって人でね、うん、今回の話題性についていけないって人たちが結構やっぱり入れるんじゃないかなと、確かにその辺であれで持ってなかったらちょっとえってなるよな、ね、うん、そうだよね、だってヒロアッカとかから始めた人とかってそのロビンフットっていうのが、あ、グリファン限定なんだっていう印象から始まるってことですよね、うん、なんならそんなに注目してされてなかったかもしれない、ね、うん、そうそうそう、だ当時あれグリファンでロビンフットを狙いに行くってなかったじゃん、これがなかったら、なんでそうだね、まあ、ロビンは上がってくるかなと、うんうん、まあ、それが理由でちょっとノストラリア上ってわけですね、はい、はい、トップ3、はい、うん、もう絶対の絶対入ってきますね、絶対入ってくる、うん、だってこいつ1キャラ2キャラだもん絶対入ってくるね、ガブ君が欲しいって人もガブちゃんが欲しいって人も入れるわけだから、うん、だから他のやつらより有利、うん、うん、ですね、まあだからフラパの熱だからこれ、それ、うん、フラパの熱でガブが欲しいってなった熱量でそれがまだ引けてないって人はまだ絶対ガブリエルに投票すると思うし、うん、まあ、これがもう究極系だよね、複数持ちたいの、そうね、うん、間違いない、まあ、去年のルシ枠だから、うん、間違いなく入ってくるんじゃないかなと、ただ1位を取るあれはないかなって思ってて、でガブリエルかな、まあ、ちょっとやっぱり持ってる人は、うん、まあ、持ってない人はもうほんと持ってないと思うけど、うん、持ってる人はまあ多そうな感じはするよね、うん、まあ、感じしますよね、うん、1体はなんか結構持ってる人多いかなっていうイメージだけど、うん、まあでも持ってなかったら欲しいよね、うん、ガブリエルはね欲しい、まあ、さっき言ってた人気投票の人気の部分でも文句ないですね、文句ない、ガブリエル間違いない、かっこいい、主に並んでんじゃない、うん、今ね、それこそ、ね、本当、はい、2位、はいはいはい、まあ、ハイズでしょう、新しいところだとこいつかな、うん、硬いかな、うん、こいつは欲しくなる性能が、うん、ずるい、こいつ本当最近の最近出た限定にして一番欲しい、そうだね、欲しい、欲しくなるっすね、うん、欲しい、やっぱチップソーはこんだけ話題になってるとね、うん、はい、文句ないです、人気もあるだろうし、かっこいいし、うん、うん、久々出た男のキャラみたいな感じ、うん、男性のキャラって感じ、めっちゃかっこいいです、なんか人気も取りそうだし、うん、持ってなかったらまあ投票するし、うん、で持ってない人も文句なく多いだろうし、うん、うん、上に来る、そこが一番多そうなんだですね、本当に上に来ると思います、ツタンカーメンにしようと思う、うん、ラスト、はい、トップ1位、これはもうみんなそうなんじゃないですか、こっちとかで、はい、ソロモン、うん、もうえなこちゃんにしか見えないんだけど、いやでもね、それ一回あれ見たらね、すげえわかる、それソロモンは間違いないでしょ、うん、言うて、まあ、ソロモンだね、言うてどっちも持っときたいし、ソロモンだね、今年のまあ年始ね、うん、まあ、去年のマナ枠で、ですね、っていうところで、去年マナ1位にしなかったんだよね、予想は確か、予想は、うん、まあ、自分らはしなかったかもしれない、ね、もしかしたら1年、まあ、入れてはいたと思うけど、さすがに1位まで来ないでしょみたいな、年始キャラ、うん、年始キャラ舐めたよね、うんうん、やっぱ時代は築いてきたし、うんうん、でやっぱ一番欲しいと思ってるんですよ、うん、きっと、で持ってない人もね言ってかなりいると思うんでね、ソロモンが欲しいよ、これもやっぱりそうね、本当、うん、持ってても本当持ってても4体は絶対欲しいし、うん、ってなるしですね、ソロモンは硬そうな気がします、
ただ今回、まあ、今回今ランキング全部出終わったじゃないですか、うん、ちょっと違うのが前回からの傾向をちょっと参考にしてるんですよね、うん、ただ今回去年と比べて発言をゲットできるガチャだったり、うん、結構ピンポイントで欲しいところを手に入れる機会が多かったかなと。そうですね、 で、うんうん、で今回また来るし ね、 そ、 ねそれがそうそうそう来るんですよねなんでそっちでゲットするかもっていうのも考慮したりするっていうのがあって、うん、割とランキング荒れる可能性あるかなと思うんですよね、うん、普通に人、うん、推しで推しとかが多そう今回だから。今年1年年始で出てからソロモンをずっと欲しがってる人っていうのは多分いっぱいいたんだよ、うん、でそれをゲットする機会ってめちゃくちゃあったから、うん、案外その欲ってもう満たされてる可能性はあるんですよね、うんうん、なんで結構大荒れする可能性もありますよね、うん、急に。いやそうだね、うん、ガチャ聞く機会はまあ去年以上にあったもんね、うん、そこのね無料で引く機会はあったから、うん、だから逆に言うとその大穴でいう属性源として誕生したエンジェリーディーバとかこういうのがトップに来る可能性って大いにあり得るんだよね、うんうん、ピンポイントに引かなきゃいけないっていうのがね、まあ、妥当に人気でこの辺は入ってきそうな気がするけど、うん、難しいよ ね、 ね作ってみたら作ってみたで結構妥当なものにはなりましたけど、うん、すげえ、うん、何勝にしたらすげえ妥当な、うん、すげえ誰が上に来るか分かんないよ ね、 ね、うん、1位とかね、だから中間発表楽しみだよね。そうね、うん、中間でどうなるか。大穴いきます。う、ね、あれですか、何でしたっけ、ネタ枠。じゃあネタ枠一応それぞれ考えてきたんで、うん、じゃあいい、じゃあ先からいきます。でも今回ネタ枠ないと思ってるんで、誰か組織で投票するとかあんまないと思ってるんですけど、今回ネタにされがちかなと思うのはジェラルド、うん、ジェラルドでしょ。なんであんな手を大きくする必要あったのって思うじゃん。うん、でもここでみんなでジェラルドをいじめれば、うん、ジェラルドにデクの SS がつく可能性って上がると思うんだよね。お前らバカにしたなっつって、なんかジェラルドはあるかもしれない ね、 ね、うん、ジェラルド中心は確かにジェラルドね、まあ、ジェラルドね確かにさ、うん、いじられがちになってきてるよね、うん、どんどんね、まあ、上心化も来てないし、うん、手も大きいしところで、うん、ジェラルドはねダッシュそっかダッシュついたもんね、ついた、うん、なんもできないねこの人ね。だから俺超パワー型超相性いいんですよね、重心化したら、うん、多分ね、多分ね、吹っ飛ばすな。カティブレイクこっちはいらん、うん、こっちの要素一つも入れなくていい。分かんない何のために調教クロスウェーブ来るかもしれない。あ、調教クロスウェーブはぜひともぜひともお願いします。いやでもジャレードは確かにあるね、うん、ありますね、ネタなり、なりがちだよね。自分いきます。はいはい、あサスケなんかやっぱ出たらガチャで引いた時に出たら一番なんか、うん、一番なんか悲しくなるモンスターかなと思ってて今こいつこいつがね、あやっぱりなんか忘れ去られ、こいつも同じ理由で忘れ去られすぎてない、うん、そう忘れてられてるよね、いろいろやっぱりね、うん、でまあもちろん最近だとね、24そうそうそう、うん、こいつも24で多少はっていうのがあるかもしれないけど、でもなんかまだちょっと紋章ないと満帆できなかった、悲しいなっていうなんかだから同情票が入りそう、なんかネタっていうかじゃあかわいそうにっつって入れるわっつって、でも出たらムカつくんでしょ。出たらなんかムカつくって悲しくなる、悲しくなるけど、悲しくなるけど、なるほどね、サスケね。じゃあここで何投票するかいきます。僕ら、あ自分が誰に投票するかっていうと、はい、あいいよ、じゃあ俺シノいきます。俺投票はシノに、投票はシノに行こうかなってちょっと考えてますね、うん、自分迷うなこれ。そうえリキュウだと思ってましたけどね。あ、うん、俺シノかな。いやなんか、うん、リキュウとかも結構自分みたいに欲しい人とか持ってない人がピンポイントすぎて多そうだから、うん、なんか他の人がいるんだろうって思う思考あるじゃん。トップ100に絶対リキュウ入ってくるよね、うん、そうそうそう、だからグループで選べばいいから、うん、自分別に入れなくていいかなと思う。いや俺シノは絶対入れてくんないから誰も。いやシノは誰も入れないと思う。人気で入ると思うよ。入るかな。絶対か結構かっこいいじゃん、うん、普通に。でかっこいいから少ないからさ。どこ行くのあいつ。読み。そうなんだよね。シノを引いたところでどこ行くのってなっちゃうことがあるかな。100人は入ると思うよね。入るかな。でも限定だけでね今回めっちゃいたのよ。うん、でもそうかもうすでに。限定だけで 4,50 体いるから40はいる。マジか。そうだからあと60体っていうと確かに結構、まあ、アーサーとかさその人もいるじゃん、うん、限定じゃなくてもいいの。そう考えると確かに、うん、だからなんか俺あれもでしょ、あの反対一番で出てた、はいはいはい、限定3期だ、あれも、まあ、あの辺も入ってきそうだよね、うん、うん、あてかそうだ今回
結構確かにそのあっちの震源って言ってなかったけど、あそことか一番惹かれてなさそうだけど、そう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 、ちょっともっと期待というか、ね、もしかしたら入ってましたけど、うん、まあでも20には入ってこなそうだなって。20、うん、うん、誰入れようかな。俺だから志乃応援しないと志乃多分無理なんで、自分と隣のサブアカさんは志乃に入れようかな。2票確実に、はい、で嫁も強制して志乃に入れさせて3票絶対あでもじゃあ自分でも自分あれ、うん、あれとかかな。じゃあそのなんだっけ、月齢とか欲しい。あ普通に確かに、うん、追いはしたくなかったけどちょっともっと期待みたいなね。入れ、うん、まあ、普通にイラストまで好きだったから入れようかな、うん、それそうだから、まあ、でも月齢こそなんか100には入ってきそう、ギリギリラインっぽいですよね、うん、でもあとは普通になんかリコルとかに入れちゃうかな、リコルとか好きだよみたいな、ね、うん、その辺の好きなキャラに1票入れるかな。ちょっとまだ迷ってる、だからここでちょっと決めきれないかな。だからノアシド被ってほしいんですよね。ノアだって被りたいし、あとアルファシリーズね、ハロウィンのね、ハロウィンのアルファシリーズのラックあげたいから、うん、茨城にアルファは入んないと思いますけどね、うん、なんかさ、そうだから、そうスコンカー思ったんだけど、ストライカーズあるじゃん、あれアルファも入れてよかったよね。あでもあれは思う、思った、確かに。だから今回そうね、アルファとか入ったらおマジでみたいな、うん、ノンノアルファとかじゃあまた手に入れれるのみたいな、うん、人気投票でワンチャンあんのみたいなのがあったじゃん。そこワンチャンあってもよかったよ。そう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 、まあ、でもそしたら多分ガーやばいことになったと思う、まあ、6位までアルファとかみたいな。それはそうね、でもそれはそれで面白かったかなと。コラボ入れるとは言わないから、うん、コラボはさすがに無理は言ってる。アルファとかそのなんかイラスト別のやつとか、うん、それかでも本当そうだね、うん、まあ10月1日以降の私もさも入らんで書いてあるけど、確かに対象にしてよは面白、対象にしたら面白かったかもしれない ね、アルファはね、うん、そこで、うん、なんかあと先取り感すごい欲しかったなと思いましたね。あの思ったのが、かぐつちってさ当時さ引け1ヶ月目に引けた人さめっちゃ使えたじゃん、うん、でフレンドに巻いたらなんか選んで使って、うん、うわすげえいいなみたいな、そう使えたみたいな感じだったじゃん、うん、あれをやってもよかったかなと思いました。だから11月になんか新限定が出るとするじゃないですか、うん、その限定を先取り発表して、うん、ストライカーズアンケートで引けた人は限定先使えますよみたいな。あそう面白くない、なんか先取りでなんかもう1体だけその無料なガチャで手に入れることができるみたいな。で後から限定で発表されるみたいなね、うん、そこでも引けますよみたいな。確かに、うん、まあ、ストライそうね、だからじゃああれか、11月とかの限定になる、ね、そう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 、だから10月のうちはストライカーズアンケート限定引けたんで、持たせ方いいんだよ、うん、ね、面白いよね、うん、早く使いたいみたいなね、11月も待てるわけじゃないですか、うんうん、で最初の実装が無料だからさあんま文句も生まれないじゃん、うん、うわまた新限定みたいなもなんないし、うん、最初あじゃあ無料でいけるのかみたいな、面白かったなと思って、うん、なんかでも目新しさで言うとその辺があったら面白かった、面白いね、うん、いやでも投票楽しみだな、なんだかんだ始まってみると、うん、楽しみ、そうこれ投票だけでも楽しめるからいいよねこの企画ね、うん、あとまあとね、おまけで特エルもついてくるわけだから、うん、そう特エル熱いよな普通に。いやそう考えるとソロモンとか弾きたくないよね、特エルのチャンス2個じゃないから。そうね、そう考えると確かに重心化とか弾けた方が、うん、ガブとか熱いよ、ね、うん、ステッキ案件できるから、そうはい、というわけで、まあ、こちらが、アップデート後にね、投票来て、まあ、投票期間が10月8日火曜日のアップデート後から10月14日月曜日、まあ、約半月ですかね、うん、でそれから、結果発表だったりガチャがいつ来るのかとか発表されますので、多分あれか、じゃあ意外にでも投票期間こんな短かったっけ、あれなのかな、ね、意外とあれですよね、うん、間で中間来るのかな、うん、意外になんか思ったより短いなと思ったけど、かもう中間なさそうです、なさないかもしれないね、うん、もしかしたらね一発かもね、うん、でまあグループ分けしてガチャ来ますよって感じなんで、はい、で後日まあファンダマがね配布されてそれで引きますよって感じになってます、はい、まあ、皆さんあれ入れますこれ入れますとか今年こうなりますとかね、皆さんぜひ予想ありましたらコメント欄よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも人気投票ガチャってもう この周年でしか来てないっけ、毎年、うん、来てないか、周年だった気がしますね、全部なんかこれそうね、しごろ、うん、これもなんかもうちょい細分化していろんな時期にやっても面白いのかなと思うけどね、なんか可愛い、可愛いだけとかかっこいいだけとか、うん、男性編とか女性編とかそれこそ分けてキャラが多くなってきたから、面白いよね、可愛いキャラランキングとかさ YouTube 出しても結構さ視聴者さんと盛り上がれるじゃん、うん、ああいうのあったら面白いよね、うん、確かにね、だからまあ、うん、今後どうなるか分かんないけど、そういうのもあってもなんかいいかな、周年以外でね、ただなんかあれだよね、実質自分で中身決めれるガチャみたいな、カッコ仮みたいなのにはなりましたよね。あでもそうね、うん、そのグループ、そうでも本当グループ分けは良心的だなと思った、うん、だからティア決めてさ
ティア1から1体ティア2から3体みたいなティア3から5体みたいなのでガチャを自分で形成してきたよね。あカスタムガチャ欲しい。カスタムガチャ確かにその組み合わせも面白いね。でティアでありそうだけどね、おいこいつ1だろみたいなこいつティア1やろみたいな確かに、うん、はい、なんで単独いきましょう。はい、よろしくお願いします。で今回もゲーム大事情 A から送りました。ちょっ中に行きましょう。注意した、おいしゃいます。ありがとうございます。